今お戻りであるかな、団長殿。漂う香りが気になるという顔であるな。何を隠そう、お疲れである団長殿のため特製の入浴剤を投入したのである。とある島に伝わる幻の湯の花から作った入浴剤で香りが素晴らしいと評判なのである。うささ、体も冷えているであろう。ゆっくり温まってきてほしいのである。お帰りなさい、団長さん。お風呂どうでした？その表情から察するに気に入っていただけたようですね。キハールさんも喜ぶと思います。ん？この匂い？ああ、これはウィルさんが作ったキャンドルの香りですよ。魔物の体液もろもろから作った特製アロマキャンドルなんだ。心が安らぐいい香りだろう。いつも頑張ってる団長を少しでも癒したくて、いろいろ考えたんだ。さあ、そこに座って。疲労が残らないように、マッサージしておこう。ああ、これ。ヨハンがマッサージ用に、オイルを作ってくれたんだ。団長さんにはこれを。そのマッサージオイルと同じ成分で作ったお香です。寝るときに炊いておくと気持ちが安らいでよく眠れるそうですよ。それじゃあ始めよう。力加減が強いとか弱いとかあったら言ってほしい。随分ととろけた顔をしているな、団長。なぜここにいるのかだと？すべては計画のうちよ。それらの団員たちの贈り物も含めてな。まあ、この場で真実を伝えるのは野暮であろう。我もお前に贈り物を届けに来たのだ。お前が睡魔に負けてしまわぬうちにこれを飲むがよい。我も愛飲しているハーブティーだ。心身を落ち着かせ、体を温めてくれる。ずいぶん暖かくなったが、夜はまだ冷えるからな。ありがとな。